久保さん超超デフレにしましまょうか、まあ、今ね、あのー、ースーパーデフレというか超々デ,デフレだと思うんですけどまあ給料が少ない給料が少ないから買う金額が少ない買う金額が少ないから企業の売上が上がらないだから企業の売上が上がらないから給料が少ない給料が少ないからかか買わない溜め込む、えー、商品買わないから企業の売上が上がらない、えー、倒産するみたいなね。 もうこのめちゃめちゃ超デフレに入ってると僕は思うんですねで僕はこの前その,あの BM 買ったんですけどもその営業マンの方にねこんな質問聞きましたあの多分まあ売れたっていうことは営業マンのインセンティブ多分入ると思うんですけどどうですかみたいなええー、みたいなであのこれってまあ電話僕しましたけどその運なんですかと どういう、あれで、その担当というか、電話取るとか、なんか、なんかルールあるんですかみたいな聞いたんですよ。なんかね、あのルールがあって、その、毎回、その、順番ごとに電話を取るらしいんですよ。で、たまたま、吉谷さんの電話が僕でしたと。思ってますね、みたいな。しかも、営業、1月5日が BM の,その営業開始だったんですよ。で、その5日に僕電話して、即断即決で行ってるんで、出先いいっすね、みたいな。 よかったですねありがとうございます」みたいなそういう話をしてでその「まるさんの営業の売りなんなんですか?」みたいな聞いたりとかねあちょっとすいません自慢じゃないんですけどあいっぱい自慢してくださいみたいな自慢 <laughs> その営業僕は営業トーク聞いてないんでその人のそ,そのその人の営業の営業の経験値だったりとか営業のレベルだったりとか営業の実績はどうだったのかとか、まあ、ちょっとねあのリサーチをする だってそう, <laughs> そうまあいろいろ質問すると「いやそんな質問ねあやっぱあの経営されてる方ですね」みたいな一般の人そんな質問し絶対しないんでねあの「自慢じゃないんですけど自慢してください」みたいなね「何上から見せんやね」みたいなね <laughs> なかなか多分その回答をしないと思うすいません自慢じゃないんですけど自慢してくださいみたいなねだってそれはせい自分の売り セールスポイントじゃないですか。自分の営業マンとして、他の営業マンとどこが違うのかと。で、その方は、リピート率は1番らしいですね。で、あの販,売台数販売台数に関しては、1位と2をさまよってるみたいな。1位と2の間みたいなこと言ってましたけどあ。すごいですね。だから良かったっす、逆に。だから一番下じゃなくて良かったですね。<laughs> 逆にね。いろいろ聞けるんで。だからリピート率1番っていうのは、これ、リピート率って1番っていうのはすごいことなんで、 か何かお客さんの心を掴んでないとリピートされないんで、その営業マンからまた買おうと思わないじゃないですか。その営業マンにまた電話しようと思わないんで。だからそのリピート率一番というのはすごいっすね、みたいな。よかったっすね。僕と一緒じゃないですか、みたいな。<laughs> そう。で、まあ、あの、そう、ガナリさんが言ってたのがあれなんですよ。あの、まあ、 久保さんが言葉に出してくれましたけど、ガナイさんが、ね、言ってましたよ。やっぱその、養うっていうキーワード言ってましたね。俺、俺、俺,俺たちが養,養わないと、どうやって飯食ってくるんだ、あいつらは、みたいなね。ね。このワンツーの差しでね。あいつら飯食えねえだろうと。俺らが養ってやらんと、と。みたいなね。<laughs> ガナイすげえな、みたいなね。まあでもね、僕はね、まあ、久保さんが言う通り、話聞いててね、うん、確かに、まあ、ガナイさんの考え方もすごい素晴らしいと思うんだけども、 なりさんやってくれて「がなりさんお願いします」みたいなその役目はガなりさんお願いしますみたいなで久保さんが言う通り僕は最近思うのがやっぱその買い物をすることによってまあ露骨にね、まあ、今の話から言うならばその営業マンのインセンティブに僕は貢献してるわけじゃないですかじゃあその営業マンの給料にダイレクトに貢献してるわけなので、うん、その人の給料上がるじゃないですか じゃあその人の給料が上がってじゃあその人がまた何か買い物したらまた経済回るじゃないですかだから稼いでちゃんと使っていく稼いでちゃんと使っていくっていうこの循環をしていくっていうことが僕はあの大事なんじゃないかなと思いますねだからこれはいろいろ勉強していろんな体験して、まあ、僕は人を雇わない養うってことはもうやめたんですけどもでもある意味違う形で貢献はできるんじゃないかなと思うんで うんだからまあ去年はね、お金配りましたけども、僕も多分ね、買いたいものがもうだいぶなくなったんで、これで大きい買い物はね、多分と当分大きい買い物はしないと思うんで、今度、じゃあ余ったお金をじゃあ配る。じゃあ配ったらそのお金がね、もらったお金だから使いやすいじゃないですか、別にね、うん、なかったもんですから、じゃあそのお金をその人が僕の代わりに使ったら経済が回るじゃないですかっていう考え方ですね。 だ今度、今年もば多分クリスマス企画多分今年もやるんですけども、まあ、今年はいくら、まあ、去年は1万1111円あの配ったんですけど、あのー、今年はまあ売り上げ次第ですけど、まあ、それを配ってじゃあそれを僕の代わりに使ってくれるわけじゃないですかじゃ回りますよねって話で,でもらった人も嬉しいし、ね、そこのお店でそのお金を落としたんだったらそのお店の貢献にもなるしって話で。 だこういうなんかね、ちょっとこれ,これは次元が高いですけども、なんかうん、まあ、あの、まあ、多少なりとは社会に貢献僕もできてるんじゃないかなとは思いますけどね。だから社会っていうのはそもそも人と物とそのじゅんぐりじゅんぐり回さないと経済回らないので、あなたの給料は誰かが金払ってるんですよって話で。そ,うだからそ,れ,それがただ循環してるだけなんで。 BMW の会社も誰も BM の車買わなかったら給料発生しようがないですからね工場で働いても人もいれば営業も,もいればあのー、なんだそのなんだ受付のスタッフの給料もあればっていうそれってじゃあどっから出てるのっていう車が売れてその売り上げから出てるわけですからうんベースとしてはねもちろん他の事業もやられてるかもしれないですけどね BM ねうんだからまあしっかりやっぱ稼いで使う で、使うものがないんだったら、買うものがないんだったら配るっていうね。で、配っら他の人に使ってもらうっていう。これちょっと次元高いですけどね、久保さんね。だから僕はやっぱね、前澤社長の言葉にハッとしましたからね。うん、なんでお金配らないんですかみたいな。あ、その概念なかったな、みたいな。困ってるのがお金配ればいいじゃないですかみたいなもう村上ファンドを超えたなって僕は思うんですよね。まあ、あれもパンチありましたけどね。お金儲け悪いことですかっていう。 でお金儲けのは悪いことですかの次の、この、なんだろうな、フレーズ。お金配ることは悪いことですかっていう、なんか、まあそ、そうは言ってないけども、もうそうは聞こえたんで。なんでみんなお金配らないですかみたいな。困ってんなら配ればいいじゃんって。まあ、素直にそうだなって。で、その人はお金に困ってます。じゃあお金もらいます。また使うじゃないですか。 ね、何,かにその何かに困ってるわけだからその何かに金使いますよね確実にじゃあ回るじゃないですか経済って話でああなるほどなみたいな、ね、なるほどみたいなすげえ腑に落ちましたよねでも多分昔聞いてたら多分僕がビジネス勉強してない時に前澤社長の話を聞いても何も感じなかったでしょうね何も受け取れなかったですただ今は結構いろんな経験値が上がったんで前澤社長のあの一言にすごい大きな あの氷山のこの一言から来るその、まあ、僕が今言ってるのは勝手にここの勝手に考察してるんですけど、うん、前田社長は一言しか言ってないんで,でその深掘りして自分の中で多分こういうことなんじゃないかなっていうのを受け取れるようになったので、まあ、すごく良かったなと逆に言うと受け取れるからあの自分もできるっていうねうんまあもちろん僕はお金稼いでなかったらその配れないんですけどだからあの頑張って稼ぎます <laughs> そう。 お金配るために稼ぐみたいなね。なかなか面白いですよね。<laughs> 何のために稼いでるんだと、うん。まあゲームですね。お金稼ぎっていうのはゲームですよ。要は自分の物差しを測る。要は商品を売った時にね、この価格でも買っていいっていうふうに、あの、しっかりなんだろうな、自分の価値、存在価値というか、そういうのを確認する。まあ,、まああの、ガナリさんもね、人生とは確認だみたいな。 だ商品を売るっていうのは自分の企業価値、自分の価値を確認すると。確認するゲームみたいなね。商品が売れないんだったらそれまでの価値だし、自分が。だから逆に商品がバンバン売れるんだったら自分の価値が高いってことなんで。いい、いい、いい傾向じゃないですか。うん、そう。んな感じですかね。まあ、ちょっとレベル高いですけど、はい。でもね、ガナリさんは言ってました俺俺ら。俺らが養わないとね、誰があいつら飯食ってくんだみたいなね。 やっぱああの久保さんもあれでですすねね深掘りです、ね、ここの氷山のこの見えないところが <laughs> やっぱ分かりますね。<laughs> <この笑>もうがなりさんと話したのは僕ですからねただ僕の話を久保さんが聞いてるだけなんでそこからこのガナリーさんが言ってた本当に言ってた言葉をこう言い当てるっていうのはねさすが久保哲郎ですね <laughs>。そう俺らが養っ,てやないいや養ってやらんとあいつらどうすんだみたいに言ってたんで。 ほんとそうだなっていう <laughs>。はい、いってらっしゃい。